上なんてもんどうしても無駄だって悪魔は言った。何もかも捨てちまえよ。赤い深いも喜怒哀楽さえもどうしようもない事実人を終焉から逃れられない。誰も抗えない欲望に従え思考を休めるな。脳みそを回せ。誰もお前のことなどじゃいないさ。おかしくなってしまうことをどうして恥じる。お前らに完璧で間違った踊り方を教えているから、見てるので捨てちまえ。そんな命ならば何十何百何千何万回学習しなさいな。どうしたってだからこの分外国人を分かれるのかい。なんていつ何時でも邪魔だって悪魔は言った。反応の余地などない。ああ人生に意味を与えておくれ。世にまるでさえも救えない終焉があると知った。誰も疑わない神様を疑え思考を休めるな。脳みそを回せ。誰もお前のことなどじゃいないさ。止めらっている絶妙な無益さを知れ。お前らに完璧で間違った踊り方を教えてるから、見てるので捨てちまえ。そんな命ならば何十何百何千何万回学習しなさいな。どうしたってか頭ん中からこんなことわかれないようだ。商人国にレイプされ死んだ花をぶら下げている女。何かを愛すことすらままならないまま餌を待つだけ。踊り方を知らない芸術の価値などわからない奴らに堕落していれば何も見えないまま。新鮮美に紡いた踊り方を教えてるから、いいてるので苦しまえ。みじめな姿で何十何百何千何万何億人の中でさ、どうして漏れていた程度どうしているのだろう。世界が忘れている秒針は健常者でさえ目がくらむような光を放っている。今夜悪魔がお前らにこう言うぜ。神とやらに惑われるなよ。